はい、どうも、ティーチャーデスクトで今回なんですけど、今回は、今日はね、PC 版の方にアップデートが来て、バトルパスとかがね、出てるんで、そちらの方をね、紹介していこうと思います。まずは、どれから見ていこうかな。これかな、初チャージからかな。シーズン16のね、初回チャージ報酬で、この服、なんかこの、おじいちゃん、妖精のおじいちゃん、みたいなのと、トンプソンももらえますね。まあ、360金券課金すると、どちらももらえますね。これが男子の方の衣装になってます。男子はこんな感じですね。これ、いい髭が生えてるね。女子が、これかな？うん、これだな。なんか、なんかちょっと、貴族みたいな感じでね、上品な感じですね。はい、こんな感じになっております。ということで、バトルパスね、紹介していこうと思います。バトルパスが、今回シーズン16、全体ね、全部見ていきましょう。まずはレベル1は、これですね。これがもらえます。まあ、この辺、ざっと見ていきまして。10レベルで、このなんか、ちょっと緑のね、春の、感じがちょっと嫌いです。と、まあ、10レベルで、靴、なんか赤い靴がもらえますね。はい。まあ、皆さんラッキー、靴がもらえるということで。で、だいたい20レベル、もうこの枠、アイコン枠がもらえますね。ちょっと可愛いですね。春っぽくて。いい感じです。で、次は、20、こんな感じでいろいろもらっていきまして、30レベルでパラシュートですね。春の、これ毎回これ漢字読め、なんて読むの？これみんな教えて。何これ。わかんないですけど、はい。そんな感じと、無料の方ではこちらの、毎回漢字が難しいな。まあ、こんなね、可愛いなんかバラみたいなやつね、もらえますんで、はい。皆さん頑張ってください。で、まあ、いろいろこんな感じでもらっていきまして、まあ、ちょくちょくね、金券も挟んでいきまして、40レベルで、これなんだ？56式。56式のスキン、まあ、ないから、まあ、あるにはいいか。あるには初のスキンですね、56式の。まあ、これはま、悪くはないでしょうと。で、こっちはなんか40レベルで頭、なんか、これは、この頭可愛いな。これは可愛いな、普通に。これはありだ。で、まあ、いろいろこうもらっていきまし、なんか、なんだこれ。バレリーナみたいな。バレリーナみたいななんか、やつがちょっとあるな、50レベルで。で、ここもなんか、ズボンだね。え、この赤い服可愛いじゃん。これ何？これはまあ、あれか。60レベルになるともらえるのかな？60レベルになると、この全部の服揃うのかな？え、これ良くない？これめっちゃ可愛いんだけど。え、これめっちゃ当たり。これめっちゃ欲しいんだけど。え、これいいな。で、なんかバス。バスがもらえる。なんかちょっとゾンビのなんかステージに出てきそうなバスがありますね。これ、なんかちょっと後で見てみよう。で、まぁいろいろもらっていきましてと。このリュックも可愛い。なんかまたキャラクター可愛くなったんやけど。また可愛くなったんだけど。このリュックもいいなぁ。うん、いいね。なんかいいね、これ。いいですね。で、まぁいろいろもらっていきまして。これ可愛いなぁ。この80レベルの。え、待って。今回、やぶね。なんか可愛いの多いね。これ多分、考えたの銀杏さんだと思うんですけど、今回やるね。いいね。めっちゃ可愛いな、今回。で、90レベルで、これ、サイガですね。サイガのスキン。まあ、だいたいなんかその、オレンジ枠のスキンはこんな感じなんでしょうね。なんか、イメージで。全部こんな感じになってるのかな。で、今回なんですけど、今回の100レベルの金枠が、今回 M1891 の、モシンナガンのやつですね。初めての金枠スキンですね。いいですね。SR で。これが、普通の、先方版ですね。で、交換の方で、150レベルから解禁される方が、こっちがいい方。そんなに違いはないと思うけどな。ちょっとまあ後で比べてみます。これは？リュック。なんか、リュック、これどう？これ可愛いな。まあ、まあまあまあやな、これ。これはいいね。で、この服が色違いバージョンか。え、これ可愛いよな、普通に。うん、いいと思うんだ。え、これめっちゃいいんだけど、普通に。え、今回いいよね。って感じになってますんで、まあバトルパスなんでガチャ、これですよね。
で、今回が車これですね。で、ガチャのラインナップがこんな感じになってます。前回のやつとかがね、ある感じですね。まあ一応武器とかも当たるんでって感じかな。待って、何これ、なんだこれ。タンポポ探し。パラシュートか。え？パラシュート？パラシュートなのこれ。とか、まあいろいろ入ってるんで、ちょっと後でちょっと見ていきます。すごいな。いろいろあるな。で、さっきの衣装なんですけど、男子の方見てなかったんで、ちょっと男子の方見ていきます。男子が大体こう、髪型がちょっとね、あんまり良くないかなと思うんですけど、はい。ちょっとざっと見ていきますね。なんかこれ、なんかすごい使い回し感があるな。なんか見たことあるな。あ、これはまあ悪くないかな。うん。ほんと。あ、まあこれも悪くないかな。これ結構別に嫌いではないけど。うん。男子そんな使わないけどさ。うん。こんなもんか。うん。男子の衣装はこんなもんですね。で、テーマがこれ、春の印象。これはいいですね。で、乗り物はこれですね。一緒なのかな？フォルム。これと。あ、でも一緒っぽいな、フォルムなんか。うん。このなんか、ここの前の、車のこの先端あたりの感じが似てるな。多分、同じ性能だと思います。なんで、これ結構ね、性能いいと思います。で、バス。あ、バス。あ、ゾンビに出てきそうだな、マジで。そんな感じのやつやな。うん。になってはね。いや、なんか、まあ、悪くはないか。うん。そんな感じですね。これのタンポポって何なん、これ。これパラシュートなん、これ。あ、これめっちゃ良さそうやな。これあれや、多分この葉っぱの部分を持って飛ぶみたいなやつやろ。いいね、これ。これ欲しいな。リュックはさっき見た感じですね。アイコン枠もそんな感じと。あ、花のなんか、箱もあると。いいね。今回いいじゃない。まあそんな感じですかね。全部、あ、まあ、あとね、女子の金枠の衣装。すいませんね、バラバラで。男子も見てねえな。いや、まあ、かっこいいかな。 うん。男子はこれね、今回の金枠の衣装、こんな感じになってますね。うん、羽が生えてる。で、女子が、ごめん、毎回、なんかこのムービーが入るけどさ。女子ね、いいね。かわいいよ、普通に。これは女子はあり。こんな感じです。いや、いいね。かわいい。これはチケットで交換できるね。うん、チケットで交換しようと思えば交換できます。全部揃えるには、まあ、多分50枚ぐらいいるのかな、金チケット。顔もいるんだったら、まあ、ちょっともうちょっといるけどって感じかな。うん。あとなんかここの、花みたいなとか、なんかこれか、スプレーか。スプレーとかもいろいろありますと。はい、そんな感じですね。はい。いや、今回ね、いいね。個人的には結構いいスキンが多いかなと思います。ということで、木曜日の方にね、ガチャ動画あげようと思いますので、よければそちらも皆さん見てみてください。ということで、今回ね、シーズン16のバトルパス紹介でした。よければ高評価、グッドボタンお願いいたします。バイチャー。